今週のテーマは買えない三原則に対応すれば必ず売れる。売っている店長は知られていないことに敏感。お店で店長が売れないと悩んでいる以上に、お客様が買えないと悩んでいることの方が多いのではないでしょうか。その買えない悩みを3つに分類したのが買えない三原則です。1. お客様がその商品を知らない。遠く離れたところにいる人と連絡を取りたいというニーズはあるでしょう。そして誰もが電話やメールを使ってやり取りができる時代なので不便さも感じていないと思います。しかしもし電話やパソコンを知らない人がいたとしたらどうでしょうか。まずその人たちは当然のこととして電話やパソコンを買いに行くという行動すら起こしません。ニーズはあっても商品を知らなければ買うことができないのです。2. お客様がその商品がもたらしてくれる喜びを知らない。商品のことは知っていてもその商品がもたらしてくれる喜びを知らない場合もあります。納豆がダイエットに効果ありという情報が流れた途端に全国で納豆が品切れするほど売れてしまうというようなことは何度も繰り返されてきました。これこそが商品を知っていても使い方や効能、すなわちその商品がもたらしてくれる喜びを知らなかった例です。店長さんと話をしていると、この商品はこんな使い方もできるとか、こんな楽しみ方もあるという話を聞くことがよくあります。店長さんは毎日その商品を見ているから当たり前すぎることでも、お客様が知らなければ買えないのです。3. あなたのお店を知らない。商品に興味を持った、欲しくなった、でもどこで売っているのかがわからなかったり、あなたの存在に気づかないで他のお店に行くしかなかったお客様がたくさんいます。ブログや SNS でこんな経験はありませんか。面白そうな商品を発見して欲しいと思ったけれど、どこで買えるのかがわからない、あれこれ検索しても見つけられない。このような非常にもったいない例はかなりあります。自分のお店にもその疑いはないか、お客様目線でチェックしてみましょう。